ガンガニールさんです。どうも。はい、おはぎちゃん、あやねる、クロース、クロース。大発見です。何よ。何新しい食べ合わせを発見しました。え？僕は、生玉ねぎが好きでよく食べるのですが、うん、生玉ねぎを丸々一個一気に食べて緑茶を飲むと、まるでミルクティーのような味がしました。しかし、その後、激受けじゃん、エグザイル。生玉ねぎ丸々一個のリスクは大きく、一日中口の中がカオスなことになってました。お二人もぜひお試しください。また、お二人には、これだと言える食べ合わせはありますか？どうした急に差し上げまーす。どうした、なんで発見したのを書いちゃった。送ろうっつってレディオクロスだっつってこの発見はレディオクロスだっつって、あのね、なんでこの話になったのか、食べ合わせ、ガングニールさん、なんで発見するコーナーはありません。ないですね。ごめんなさい、ごめんなさい、ないし、そんな話題もしてない、したことないんですけど差し上げます。唐突だよね。まあ、この唐突さがね、我々の心を打ったというか。うん、かなりね。まあ、でも、玉ねぎは美味しいよね。ニコリンさんからいただきました。そういう。出た。玉ねぎプラス緑茶がミルクティー。ねえ、これ前の番組で誰かが言ってた。おい、誰が言ったの？出た。うわー、何あれ？どういうこと？待って。私、生の玉ねぎも緑茶も食べれない。ここでも無理なのに合わさったら無理です。やっぱここはパイセンが、私これ片付けるからパイセンお願いします。で、ちょ、パイセン、緑茶、パイセン、緑茶いって。この状態で、はい、まだ残ってるよ。いいっす、いいっす、いいっす。ミルクティーになるから。渋い。渋い？どっちのですか？なんか、緑茶が渋くなった。急に、急速に渋くなる。え？急速に渋くなる？味は？ミルクティー。いや、緑茶です。ミルクティーじゃなくて。渋い、これは渋い。渋いですか。苦い。いや、玉ねぎはね、美味しいよ。結果、アニラジの食べる企画は、滑る。なんで言わせたんですか。なんで、方々に敵作るの。